ER-1 型はソ連運輸通信省が1957年から導入した直流電化区間用電車である。ソビエト連邦では1920年代後半から電化路線における通勤・均衡運用に用いる電車の開発が始まり、1929年からその第一世代である S 型電車が運用を開始した。しかし S 型の最高速度や 軌道加速度では次第に乗客増加に対応できなくなったことから、1954年からは新型モーターやサスペンション式のボギー台車を採用し、最高速度を時速 130km に引き上げた SN 型電車の製造が行われた。だが、これらの電車の MT 比は1、2と低く、加速度や編成重量が大きな課題となっていた。 そこで、リガ車両製作工場は、リガ電動機製造工場やディナム電気工場と協力し、これらの欠点を改善した新型車両 ER1 型を開発した。1957年に試作車である重量が製造され試験運転が行われた後、1958年から SN 型電車に代わって量産が開始され、 1962年までに重量編成259本、及び戦闘車4両が製造された。なお1959年以降の製造車両のうち、付随車や制御車については、トベリ車両工場で製造が行われた。ER1 型は制御車、電動車、もしくは付随車、電動車の MT 比が1、1となる2両1ユニットを基本としており、最短6両。 最長12両まで編成を組むことが可能となっている。編成内の電動車の比率が増加したことで、加速度は秒速0.6メートル級、営業最高速度時速110キロメートル、設計最高速度は時速130キロメートルと大幅な速度向上が実現した。車体についても SN 型電車から300ミリメートルほど、 長くなっているが、モノコック構造を採用したことから10%の軽量化が行われている。扉は高床式プラットフォームに適した構造になっていたが、低床式フォームへの対応に難があったことから1962年以降に製造された ER2 軽電車では、双方に対応した扉部の構造に変更されている。重量編成時の編成表形式名の ER1 は、 リガ車両製作工場で製造された第一世代の電車という意味である。また、これとは別に、リガ車両製作工場では62-11という番号で呼ばれていたほか、車種によって以下の形式番号が付けられている。営業運転開始以降、最も乗客数が多い。 モスクワ・サンクトペテルブルク鉄道館で運用されていたが老朽化に伴い1970年代以降た路線へと転出した。それに伴い低床式プラットフォームへの対応改造が行われている。ソビエト連邦の崩壊後はロシア連邦をはじめとした各国へと受け継がれたものの1980年代後半。 以降廃車が進行したことから2018年8月現在、ウクライナ鉄道とクリミア鉄道にのみ残存する。また、試作車を含む一部車両は各地の博物館に保存されている。1959年に重量編成1本が試作された景色。車体や編成構造は ER1 型と同一であったが、動作電圧が 750V の試作モーターを 搭載しており、試験運転により、ER1 型よりも速い平均速度や、エネルギー消費量の抑制が確認された。だが、短絡電流や家電圧などへの対応などの課題も、多数発見され、さらに交換用の部品も不足していたことから、1965年に ER1 型と同一の機器への交換が行われ、形式も ER16 系へと改められた。 定照式プラットフォームへの対応や危機器更新などが行われた ER1 系の改良型車両。1962年から製造が行われた。1950年代のシベリア鉄道以降、ソ連の鉄道路線の電化は、経済的な理由により 25kV50Hz、交流電化によって進められることとなり、それに備えた試作車として開発、製造された。 ソ連初の交流電車。ER1 型と同型の高床式プラットフォームに対応した車体を有し、先頭車2両と中間電動車2両による4両編成が組まれていた。1957年に最初の車両が製造され試運転が実施されたが、イグナイトロン型の水銀清流機の故障が高速運転時に多発したことから以降に製造された交流区間用電車は、 シリコン整流機に改められた。その後 ER7 型についても、半導体整流機への更新が行われ、形式名も ER7K 型に変更された。その後は営業運転に使用されたものの、試作車ということもあって、修理に難があり、1972年に廃車された。2018年現在、一部車両の車体の残存が確認されている。 上記の ER7 型の試験結果に基づき、1962年から製造が行われた交流電格間用電車である ER9 系のうち、第1編成は ER1 型と同系の高床式プラットフォームに対応した車体で製造された。ありがとうございます。